はい、皆さんこんにちは、ゼンちゃんです。さあ本日6月9日激アツ更新が来ています。上から見ていきましょう。まず1つ目、プロスピパーク助っ人外国人登場ということで、覚醒の助っ人外国人の選手が登場しています。明日までにですね、この解説動画出したいなと思っているので待っていてください。続いて2つ目、二塁手新登場ということで、内野手の中でも激アツと呼ばれるセカンドの選手が追加されています。今日はセカンドの選手の能力解説、そして下に来ている子守ドラフトスカウトを引いていこうかなと思います。で、今回はですね、絶対に欲しい選手がいるので、上のドラフトスカウトも1等が出るまで引いていくと思います。また詳しい話は後ほど。そして自チーム TS 狙い撃ちスカウト、このね TS 狙い撃ちスカウトも引いていこうかなと思ってるんで、まあ、また後日あげたいなと思います。それでは早速今日追加された二塁手の選手見ていきましょう。どうぞ。それでは西武から見ていきたいと思います。西武は外崎選手、能力自体は去年のシリーズ2と何も変わっていません。パワー A もしくは走力 A 乗せることができます。外崎選手、なんといっても守備能力、センターとショートの適性は完全に消えているんですが、セカンドの適性が3上がって78、特殊をしてあげることによってセカンド適性 A 乗せることができます。めちゃめちゃ強くなってますね。他のねサブポジションは C に上げることはできないんですが、まあ、使うなら間違いなくセカンドかなと思います。で、外崎選手、守備能力だけではなくて特殊能力も進化しています。上から超広角選球眼走塁、いやー嬉しいですね、広角打法がついています。まあ、またね選球眼も悪くない特殊能力ですし、走塁も足の速い選手についていればかなり強い特能になってくるので、外崎選手現役最強セカンドに名乗り出たのかなと思います。続いてホークス牧原選手、弾道が中弾道、ミートが65、パワーが60、走力が77、走力も A 乗っけることはできませんし、ミートとパワーも最初から C、 リーグオーダーでは使いにくいのかなと思います。ただ守備能力が上がっています。まあ、本適性はですねセカンド C なんですが、サブポジのセンターとショートが B、 レフトとライトも D あります。まあ、特殊をしてあげたらですねセカンド適性も B になりますし、まあ、大和選手ほどではないですがセンターラインオール B っていうのもねかなり珍しい選手になってくるので、守備要員とかでも使えるのかなとは思います。特能が超チャンスメーカー流し打ち内安打、前回は広角打法がついていたんですが流し打ちに変わっています。まあ、また走塁が内安打になってますね。使うのであれば1番バッターなのかなと思います。続いて楽天浅村選手、浅村選手はミートが2下がっている代わりにパワーがプラス2上がっています。まあ、どっちも狙えなくなったし、ミート A に乗っけられなくなったのはちょっとでかいなと思うんですが、まあ、それでも能力は高いです。でセカンド適性が C の69、ファースト適性が D の58、特殊をしてあげることによって適性が B に乗ることができます。特能は変わっていません。超高額パワー比走塁強いです。続いてロッテ中村翔吾選手、弾道が中弾道、ミートが69、パワーと走力が74と78、完全走力型ですが走力 A に乗っけることはできます。で中村翔吾選手、今回唯一のデフォルトで適性が A です。ただサードとショート適性が E に落ちています。ブラステが CEC、 まあ、ちょっとスローイングが怖いのかなと思うんですが、まあ、セカンドからの送球エラーっていうのはゲッツ以外そこまでないのかなと思うんで大きくは関わってこないのかなと思います。特能が超固め打ち流し打ち盗塁、使うのであれば上位打線かなと思います。続いて2チャーム渡辺選手、弾道がラインドライブ、ミートが65、パワーが70、走力が73、前回と能力は変わっていません。パワープラス3でパワーと走力の同値を狙うことができます。ただ渡辺選手セカンド適性が B から C に大幅に落ちています。特殊をしてもセカンド適性 B に乗っけれないのでちょっと使いづらさは増してしまいました。他にもですねショート適性が完全になくなったり、サードとファーストの適性もちょっと落ちています。特能チャンス20丸ラインドライブ流し打ち、特能は変わっていません。まあ、特能は強いですが守らせるとなるとちょっと怖いのかなとは思います。続いてオリックス福田選手、弾道が低弾道、ミートが64、パワーが58、走力が79、完全走力型の選手ですね。称号次第では走力 A に乗っけることができます。守備適性がショートが C、 セカンドが B、 裏捨てが EEC、 適性は高いですが裏捨てのせいでちょっと守らせるのは怖いかなと思います。特の選球眼チャンス対左、ここは変わっていません。続いて巨人吉川直樹選手、吉川選手はちょうど1年前2019シリーズ1以来の S ランクの登場です。弾道が低弾道、ミートとパワーが C、 走力が78の B、 完全走力型ですが証拠次第では走力 A に乗っけてあげることはできます。
吉川選手もですねかなり守備能力が落ちています。去年のシリーズ1はセカンド適正が78、ショート適正も B やったんで、まあ、特殊してあげることによってセカンドが A、ショートが B とかなり高い能力を保つことができたんですが、今回はセカンドもショートも C、まあ、特殊をしてあげることによってセカンド適正 B に乗っけてあげることはできるんですが、かなり能力は落ちています。まあ、ただその代わりにレフト適正はついてますね。裏捨ても高くてかなりいいと思います。僕の走塁二重丸、広角守備職人、なかなかですね低弾道の選手で広角打法を持っている選手はいないので、まあ、ここはかなり面白いのかなと思います。続いて DeNA 柴田選手、弾道が低弾道、ミートとパワーが60、走力が67、まあ、照合してもですね B に上がる能力がないのでちょっと使いづらいのかなとは正直思います。柴田選手もちょっと守備能力が落ちています。まあ、裏捨ては変わってないんですが、セカンド適正が68から66に落ちています。前回は特殊してあげたらセカンド適正 B 乗っけることができたんですが、今回は特殊してもセカンド B に乗っけることはできません。サード適正も C から D に落ちています。僕の選球眼二重丸、チャンス逆境、これが全部発動した時はかなり打撃能力上がると思います。続いて阪神糸原選手、弾道が低弾道、ミートと走力が70、パワーが59、ミートと走力が同値の選手になります。でセカンド適正が D、 ショート適正も D、 サード適正が C、まあ、やっぱりですねセカンド適正 D っていうのはかなり守らせづらくなってくるので、まあ、使うのであればサードなのかなと思います。特の選球眼20丸、チャンス流し打ち、特のかなり強いですね。柴田選手と同様、これが発動した時はかなり打撃能力が上がると思います。続いてカープ菊池選手、ミートとパワーが70、走力が76、完全走力型の選手になってます。で菊池選手、とうとうセカンド適正が A から B に落ちてしまいました。まあ、特殊をしてあげたらですねセカンド A 乗っけることができるので、まあ、特殊をしたらそんなに問題はないのかなと思うんですが、まあ、ちょっと悲しいですね。まあ、ただ裏捨ては化け物なのでそこまで変わらないのかなと思います。僕のチャンス20丸、広角打法守備職人、ここは変わっていません。続いて中日阿部選手、弾道が中弾道、ミートが75、パワーが67、走力が66、パワープラス3で B に乗っけてあげることはできます。阿部選手も結構使いやすいですね。セカンド適正が B、 その他の内野守備が D、 裏捨ても CCB とかなり高いです。特能が流し打ち20丸、固め打ち満塁男、特能がちょっと弱くなってますね。前はチャンスがついていたんですが、チャンスが固め打ちになっているのでちょっと使いづらくはなってます。そして最後はヤクルト山田選手、弾道がパワーヒッター、ミートが2つ下がってミートが78、パワーと走力は1ずつ上がってパワーと走力は82になっています。まあ、同値はね狙えなくなってるんですが、オール A は狙えます。山田選手もミートが下がったより守備適性が下がった方が大きいのかなと思います。前回は適性が78だったんで、まあ、特殊をしたらセカンド適性 A が狙えたんですが、適性が75に下がってしまっているので A 乗っけることはできません。ここはかなり痛いですね。そして特能は超パワー非選球眼盗塁、ここは変わっていません。以上が今回追加されたセカンドの選手のラインナップになります。いや、やっぱ目玉の選手多いですね。まあ、12球団で考えると殿崎選手、浅村選手、山田選手、まあ、ここら辺は外せないと思います。まあ、基本的にこういった選手を狙いに行くのかなと思うんですが、今回ドラフトスカウトを引くつもりです。誰を狙うのか、もうそれはね自分の動画をしっかりと見てくださってる方ならわかると思うんですが、殿崎選手を狙っていきます。まあ、なんといっても広角打法がついて適正も A に乗っけることができる、もうこれは使わないわけにはいかないということで、殿崎選手を狙って、まあ、ドラフトスカウト引いていくつもりなんですが、まあ、今回は小森の方から引いていきたいと思います。まあ、また後日ねこのドラフトスカウトを引いていきたいなと思うんで楽しみにしていてください。いやー、ちょっと引くべきガチャが多いですね。小森も引くし、ドラフトも引くし、 TS のねこの狙い撃ちも引く予定なんで、できるだけ小森で早く回収したいなと思います。さあ行きましょう、5連から早めに、出てください、お願いします。ここで殿崎選手引けたとしても山田選手狙いに行くのかなと思います。やっぱりリーグオーダーでヤクルトの選手ですね、ヤクルトの選手がすごく欲しいんで山田選手は欠かせない。はい、多分オール B ランク。もうマジいきなりテンション下がるな。それでは10連目いきましょう。なんか来そうな気がする、早めに来そうな気がする。今回はさあ、お、 A ランク確定で、もう1回なります。はい、なりませんでした。いやー、ここで来てくれ。まあせいぜい2頭引きたいですね。自チーム A かな。お願い、笑って、調子く、調子く、だダメでした。さあ、まあですね、多分2頭かな。しかも1枚か、ちょっと渋いな。それでは15連目ですね。で今回結構珍しいのがセンター、エース、セカンド、まあ、やっぱり目玉の選手が集まるこの3ポジションが全部ドラフトできてるんですよね。だいたい1個ぐらい狙い撃ち
自チーム狙い撃ちスカウトで混ぜてくるっていうのも主流なんですけど、今回はそれが一回もなかった。さあ、二木選手ありがたい。最後、千賀選手嬉しい。というわけで、もう15連で2等が消えました。これはもう本当に早めに S ランク引くしかない。ちょっと沼すぎんか、本当にちょっと怖いんだけど。うわー、最後まで行きそう。ちょっとほんまやめてほしい、ほんまやめてくれ。あー、よかった。もう一回、もう一回。ちょっと待って、これ3等もなくなったらやばいんだけど。ショシ君笑ってくれ。あー、よかった、出てくれました。さあ、何回目で来るか。あ、そうだ、狙いの選手言うの忘れたけど、結構います。半分ぐらい狙いの選手です、今回。さあ、どうだろう。お願い、トロサキ選手。あー、福田選手は狙いじゃなかったんだよな。あ、 A ランクも来てくれた。というわけで、ちょっと改めて狙いの選手の話をしたいと思います。ドラフトで確実に狙いに行くのがトロサキ選手で、他の狙いの選手で言うと牧原選手、浅村選手、渡辺選手、吉川選手、菊池選手、阿部選手、山田選手なんですよ。かなりいます。何分の何だ ?1、2、3、4、12分の8かな。12分の8を今外しました。ということで、ちょっと一発だけ引いて終わりましょうか。多分これで沼ることになるんで、まあ、皆さん爆死動画を楽しみにしておいてください。まあ、なんだかんだ言ってね、前回ちょっと神引きしちゃったんですけど、なんか今回は沼る気がします。せいぜい A ランク以上は出ようか。お、 A ランク出てくれた。お、え、おお、めっちゃ出るやん。まだエナジーありますね。いきますか。ちょっとなんか締めれない。なんかちょっといい引きか逆に悪い引きをして、ちょっとこの動画を終えたいね。あ、ちょっと落ちに困るわこの引きは。なんか渋い渋い。 A ランクが中途半端に出るのが一番渋い。笑おう笑おう。待って、今俺ホークスで引いてない。あぶねえ、やらかした。1等出なくてよかった。あぶねえ、やらかしてる。あぶねえ、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 あぶねえ。うわ、普通に引いちゃってた。 OK、 浅村選手。あぶねえ、危なかったです。めちゃめちゃ危なかったです。じゃあ最後ですね、もう引いて終わりたいなと思います。はい、渋そう。 S ランク出よう。本当に S ランク出てくれ。いやー、演出やばい。これで、この動画は絶対に締めます。演出がやばい、演出がやばい。調子くっ飛ぼう。あー、飛んでくれた。